1分ならどの格闘技が一番強いのかなとかはまあ頭の片隅に思ってたんですけど、ブレイキングダウン、格闘技や格闘家のありきたりなイメージを壊し続ける、1分1ラウンドの超短期決戦、勝負は一瞬で決まる。ブレイキングダウンこんなもんなんだみたいな。俺も喧嘩ってんだろ。上等だ。じゃあ21日もやってやる。やるか。うん。1対10で。1対10で全員ボコボコにした。武器を持った相手は。お前、勾配きちいだね。はい。あ？余ってる人なら、まあ、誰でもいいです。無理だ、希望で。お前、俺とやれよ。いや、一応前のこと言ってんじゃねえぞ、ガキボンだろ。おい、なんとか言え。どういうことだ。ブレイキングドリーム掴みたいね。何がレジェンドだよ、おい。何種仕込んでんのよ。あ、どうだ。あ、料理作ってみろ。まあ。料金を黙らせたいです。出ていただいて結構です。茶番みたいのが嫌いなだけなんで。やってやるって何だ。ワンチャン叩いた。やるやる。刑務所の中にいる勝ちのために戦います。誰でもいいからよ。違いの撤去がハンチングさせれ。お前さ、路上で俺にそれ言えんの。言えるよ。あ、行け。おい、行け。おい、ぼちぼち蹴りつけようか。ブラザー、いよいよだな。時は満ちたよ。まあ出場させてもらおうかなというふうな意思を持ってきました。俺イケメン嫌いなんですよ。おい、おい、殺すぜ。何笑ってんだ。韓国との対抗戦を行います。お前で勝てねえって。ぶん抜きよ。おい、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 ブタ。え、それお前だろ。お前、俺の方が因縁あるだろ。世界中から腕に、覚えがある選手たちが来日しているということです。こっちからもううんこの匂いがするぞ。Yeah, if it is possible, I want also to participate in this. はい、今日はこれから、11月23日に、行われる、ブレイキングダウン10のオーディション開催していきたいと思います。お願いします。お願いします。記念すべきね、10回大会ということで、いろんな企画、準備してますので、皆さんお楽しみに。最初は前回に引き続き、全国の喧嘩自慢を集めた地区対抗戦を行います。そして決勝で勝利したチーム、優勝したチームに関しては、次回のブレイキングダウン11で、第1回の優勝チームの大阪と戦ってもらいます。都会の不良ですね。かっこいい。もうクローズをね、放出させるような。不良少年たちが憧れるような選手を集めれたんじゃないかなと思います。
俺が舐められたらもう足立区自体舐められてるって一緒だし、バカ一人ボコボコにするだけの簡単な仕事なんで。何これ、何これ、はい、そこ、はい、完璧です。やめろ、これ、うわ、一言で言えば強いやつじゃないですか。つわものしかいないですよ。喧嘩好きだね。やっぱりやめられないわ。右フックで砕いて救急車。ああ、待って、おい、おい、おい、待って。田舎特有の小競り合いがよくある町っていう感じですかね。で、有名などこで言ったらタクマとかやっちゃいましたね、気づいたら。違うみたい、もう化け物がいるって知らせて。はい、ゆっくりしてよ。やめろやめろ。言葉が汚い街なんでね、言葉が汚い言うたら言葉からまず変化始まるんで、まあそういう街なんじゃないですか。もうムカついたらもう下のまとめてまうんで、まあ殺人以外の犯罪は多分全部してますね。映画作るな。ストップ、やめてくれ。キングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。現在チケット販売中。詳しくはコメント欄概要欄から。じゃあ早速出てきてもらいましょうか。じゃあ足立区からお願いします。シャープシコーサー。なめんな、絶対ここでないよ。東京だぞ、エリートだぞ。おい、田舎もん来いよ、俺暴言。何なの、え、田舎くわ踊れるの、こう田舎もんやけど。え、田舎もんやけど、え、田舎もんやけど、え、ぶつからないように。おい、うるせんな、おめえら、この野郎。埼玉、豊橋並んで。顔面蹴ってる。トランプとか並んでください。トヨシ、トヨシと大宮、一回止まる。埼玉、トヨシ並んで頭とか打つから。おい、やら、やっちゃうから、
誰が俺のことやってんすよ、しのけら。おい前から髪の芯に何でてめえからな。何やねん、山を閉じろ。お前お前いいや、お前が来んねん。後ろからやられたって言ってた君ですが、相手分かってんの？誰分かんない。こいつやつ。じゃあさ、ここ因縁でいいんじゃないの？こっち大宮？大宮大宮。なんもう汚ねえな。前から来いよね。わかりやすい。前から来いよ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 。やりましょう。リングの上でやろうや。てめえ、芋が。やりましょう。足立と決まりっしょ。大宮と足立決まりだよな。なんだこの野郎。負けお前負けたら引っ込んどけ。あ、お前もう前に後ろからかしか来れねえんだろ、お宮。うるせえよ、お宮。何回も何回も。分かったよ、お前。足立やってやったよ、お前。じゃあ大宮と足立でやりますか。大宮と足立でやろうか。じゃあじゃあ姫路と豊橋か。姫路と豊橋で。シェーあ、もう決まった。もう決まった、決まった。じゃあ、大宮と足立で、姫路と、豊橋で、準決勝やってもらいます。うん、じゃあ樋口さんと秀虎さん、足立のチームってどんな特徴がありますか？うちはですね、東京なんで本当都会の不良って感じですね。かっこいい、クローズイメージしたような本当強くてかっこいいヤンキーの子たち集めてるんで、他には負ける気もないし、でみんな強いんでどこにも負けないっていう、もう大阪を目指してやっていこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ヤーマンと富澤くん、はい、四地区の中で、一番イケイケな人たちを今回選ばせてもらってるので、試合ももちろん面白いですし、多分一番チーム大宮が強いし面白いかなと。水口さん、足立くんは口喧嘩言えけど喧嘩強いからめちゃくちゃ、よろしくお願いします。兵庫姫路はルキアとヒロヤが監督ですけども、そうですね、まあめちゃめちゃ度胸もあって実力もしっかりある選手たちを連れてきました。この場で暴れしそうないぐらい、まあ試合の本番でめちゃめちゃやってくれると思うんで、まあそれを楽しみにしておいてもらえたらなと思います。朝倉未来、朝倉海の地元の愛知豊橋、結構重たい看板背負ってきた監督だと思うんですけど、どうですか？まあすごいいいメンバーが集まったと思うのと、まあまずその姫路ですかね、監督もそうですけど、キックボクサーに MMA でやるやつと MMA 選手にキックでやるやつ、そんなやつらが監督してるようじゃ俺らに勝てるわけないんで、マジで俺は逃げんし、何年もしてるから。試合する前から半分終わっとるけど。あ、もう終わっとるから、うん、からもう勝ち決まってる。どこに終わっとる？どこに終わっとる？連れてきた。あ、なんかお前かかってこいよ。でもあれですね、あれで、あとかやるやん。今やれ。何がかりに来いや。来いや、来いや。いらっしゃい。言わせろ、ほんで。来いや、これ。一回落ち着こうよ。監督喋ってる時は落ち着こうよ。ねえ、これ、クミの。どうですか、CEO の。地元豊橋の後輩たち見て。後輩なんですかこれ。あの子は見たことあるけど、あれだよね、タクマのことボコボコにしたことだよね。あ、そうですね。ただ道で歩いてるタクマいきなりボコボコにしたことでしょ。いいね。
そうなの、めちゃくちゃ面白いじゃん。ただの犯罪者ですちなみに君は なんで拓磨君をボコボコにしたの。僕の道塞いだんで。おいやりますか、じゃあ早速ですけど足立大宮から行きましょう。よし、やろう、行け行け。今回メインスポンサーに、ゲームアプリ建国さんがついてくれました。ありがとうございました。実際にねアプリインストールして結構やってるんですけど面白いです。今回もねあの地域対抗戦がかなり盛り上がってるんですけど、建国のアプリ内にもあのチーム同士の戦いがあって1対1とはまた違うねあの面白さがあるので、ぜひこの機会にインストールしてプレイしてみてください。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは、喧嘩自慢決定戦での裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。殴るの好きなんで、本当とりあえず喧嘩したい。冷静ですね。ヤンキーではあるんですけど、冷静で見てちゃんとストレート合わせてる。それ一発で勝つ。はい。おーおーおー、いいね。障害で、そうですね、10代の時。まあ、5、6人でその3つ上の先輩なんですけど、全員で袋にして、でそいつが警察に泣き入れて逮捕されたっていう。わらちってボコボコにしてダムテープでぐるぐる巻きにして、レンガ口に突っ込んで思いっきり顎蹴ったりとか、まあ歯はなくなっちゃった。加減はできない。気合入ったやつ多いね、やっぱ、はい、もうなんだろう、殴り合いで絶対引かないみたいな。こうめっちゃもらうんですけど倒れそうになるんだけど前に行って最後 KO で勝つみたいな。おい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 。まあ全然修羅場くぐってきた数全然違うし、やられていった数も全然違うから、林の中で正座させられて、ガソリンかけられて、まあ、燃やされそうになって、俺からしたらおめえらの幼稚園児のバカ野郎。じゃあ引き続きに、はい、気合入れてけよ。はい、さあ、はい、行くぜ。やるぜ。よっしゃー、やったれ。行くわい、おろせ。そして嵐行くぞ。おかあ、嵐気合入ってますね。武田さんお願いします。武田選手お願いします。監督はどんな気分なんですか。いやもうね、初めての感覚なん で自分だけの戦い、全員でやっぱもう勝ち進みたいっていう思いがあるから、すごい興奮します。もう絶対下がんだよ自分もうすぐ終わらせていいから。いったら京介殺せ。あっという間に終われたんだ、後悔ないのに。はい、じゃあ行きます。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 落ち着け落ち着け。
冗談だろ、やばみ昭和の達成金髪しやがって、田舎金髪田舎金髪だってんだよ男は黙って黒髪ゴーだろ、だがお前あとでいいよ、やってやるよ、じゃあオーディション来いよ、これオーディション来いよ、待ってやってやるから待ってみろ、カーブザーコーマジちゃんだぞ、いっぱい気持ち足りてねえんじゃないそもそも俺って多分天才なんだよね格闘技だけじゃなくてこの喧嘩とかだけじゃなくてスポーツもそうなんだけど何でもやったらできちゃうのよだから練習もしないそれで相手をフルボッコにする僕まあいつも足立区とかで歩いてて喧嘩吹っかけられた時大概僕に来るんですよこの見た目なんで弱そうだから舐められがちなんですけどやって大概もうみんな最後はおねんねしちゃってるんで僕この階級だったら多分プロにも負けないぐらい強いんでアマチュアの試合でその3戦3勝です練習なしです練習しないで強いそれがまあ喧嘩自慢じゃないですか本当に言うこと聞かない子なんで路上モードあるよねそうっすもういいやろそこやったっつったらやめんなよおい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 前から来いよ。今日もね、バカ一人ボコボコにするだけの簡単な仕事なんで、運営の皆様ありがとうございます。勝たせてもらいます。なんかちょっと やばいやつですね。10代の頃からの付き合いで、もう一回スイッチ入ったら止まらなくて、もう一生止まらないみたいな。やるな。喧嘩好きだね。やっぱりやめられないわ。ギリギリの世界がたまんなすぎてブッシャー出るねアドレナリンが気持ちいいやったー気持ちよく察してくれよ俺のことをバチバチの喧嘩しようぜあのギリギリの世界で楽しもうよ一緒にこれ2勝目もらえましたねちょっと格違うんだよ2勝いったらよ俺さっき揉めてた2人ですねそうだね後ろから殴られたんです一番揉めた2人かもしれないあれあの子なんか前オーディション来てた強い子もそうだったあの子強いっすねめちゃめちゃ強い子強いで彼はね結構ヤーマンのね100人企画来たことあるよ100人企画見てた強い同士強い同士最初からやります中口見えてきて OK 2人とも守れる大丈夫やばいけどここチームは守れるっすけどこっちがやったらやりますよ、うん、守ってない OKOK 頼むよおい守られるよちゃんとルーラーのところだよ絶対倒れんなよお前気持ちだぞ絶対倒れんだよ気持ちだぞ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 やれ時間であげるよ時間であげるよ
何秒ですか。多分20秒か10秒。やる倒せんぞ。焦んなよ。焦んなよ。焦んなよ。選手強いでしょ、伊原生意気ですけど、めっちゃ強いですよ。試合の日でも勝負勝ってるよ、勝負勝ってるよ。いやら、いやら、マジで。これは面白い、面白い。あいつ面白いですね。カンタラチカー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 カンタラさらにさらにヒートアップしてる、まあ、前回の喧嘩島の子たちが全国の不良に火つけたって感じですね、うん、ろくな人生あんまり歩んでないし、喧嘩で変わるのは美味しいな、まあ、ストリートで生きてきたんで。もう野生に日本人じゃこういう動きできないだろうなっていうようなものを持ってるところですね。はい。はい。まあ俺日本の中学入ってないんだけど、まあ、小学校の頃とか、まあ、小さい頃ずっとやっぱ外人ってだけでいじめられて、まあそれがめちゃくちゃ嫌で。そこから暴力に発展して、まあ、そしたらみんなも何も言ってこなくなっちゃう。金とかもカツアゲしたりして、まあ、そういう金で生きてきて、もうほんとストリートで俺の生き方が、このストーリーが間違ってなかったんだなっていう、ここで証明したいな。まあ俺試合する気はないんで、喧嘩自慢。なんかすごいおとなしそうな外見してるんですけど、絶対引かないですよね。めっちゃ面白い。高校障害中学校の時に学校内になんかスクールサポーターみたいなのがいて、おまわりさんが学校内にいてそいつぶっ飛ばしちゃって捕まった。俺には喧嘩しかねえから、喧嘩で倒す、以上。ノーマン、ノーマン落ちてよ、ノーマン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 、行ったれ行ったれ、行くよ、行くよ、次大宮勝てばもう勝利です。もう勝利。大丈夫でしょ。焦んなよ。エースなのかな、彼は。うちのチームは必ず取ってくれるっていう、もうバチバチやってかっこいいなと思って。足立区で喧嘩するなら俺しかいないよ。俺が舐められたらもう足立区自体舐められてると一緒だし。見てるよ。
まあ、足立区で喧嘩られて、まあ、ワンツーでボコボコにして、普通にこ半分、骨、くだくだになっちゃって、まあ、時短金500万、まあ、そういう借金もあって、まあ、これで有名になったら金も入るし、普通にちょうど美味しいな。結構今回、足立酔えんじゃねえかっていう。普通にお前らさっきからさ、なんなの本当に。なんやんのか、この野郎。あんまイライラさせないけどな。なんて言うんだろう、刺激が欲しいっていうか、まあそんなん求めてきたから、まあ強いやつと戦って、ぶち切ってやろうかなと思ってたら、よろしく。ルールを与えなかったら、まあ、最強なんだよ。でも何しでかすかわからない。あ、2人乗ってるから。OK、OK、OK。いいよ、いいよ、いいよ。褒められっからよ。褒められっからいいよな。山さん、山さん。あ、まあ、昔、右フックで砕いて、救急車。秒殺で、さよならって感じで。まあ、シンプルに生きててつまらねえなと思って、刺激が欲しくて。銀座さん、行ったれー、銀座さん、お前は喧嘩だ、行っちゃいましょう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 、行ったれ銀座、ガード上げろ、ガード上げて、おい、なんだレベル違うぞ、なんだレベル違うぞ、もういいんだよバカ野郎、取り寄せ、やりたいけど、もういいんだよバカ野郎、取り寄せ、盛り上がるな、これすごいっすね、これ毎回毎回2勝2敗は。足立のね、ボスが出てきたんだね、見せてくれるでしょう。まさか彼がね、こうやってこう表の世界にこう出てきてくれるとは思わなかったんですけど、彼はもうすごい有名で、平成生まれでは多分一番有名だって言われてる不良、一番気合が入ってて、有名で喧嘩が強かったと思います。自分今まで負けたことなかったんで、負けた時の景色をちょっと見せてくれるやつがいるなら、まあそんなやつと投げていたいですね。結構無表情で怖いっすよ、無口なんで。でそれでなんか強いって、ほんと大宮のリンだもんね。アメリカ軍の、そもそも体が次元で、手とか足とかもできるしな、生物的に多分俺の方が強いと思う。どんだけやれんのって思いますけど、喧嘩上がりが、まあ負けないだろうね。楽しみにしとけよ、足立。両方大将、もうザ大将みたいな風格の二人だね。見せてくれるでしょ。おい、タイガー俺に勝ってっかんな。大将はめちゃくちゃ強い。でも安心してる。そう、もうなんか負けるあれは全く見えない。タイガー、タイガーさん行っちゃいましょう。タイガー、タイガー、タイガー、タイガーさん、ガードだけ下げないで、ガードだけ、いつも、いつもに。行け行け、行け、はい、めちゃくちゃ強いぞ、あいつ。タイガーさん、さすが。タイガー、さすが。ありがとう。さっそくっすね。しゃあ、こういう未来が見えてた。よっしゃ、タイガー負けることないと思うんですよ。よっしゃ、いい勝負した。
いいんだよ、その悔しさバネにすりゃいいんだから。気持ちよく戦ったのに気持ちよく帰るぞ。体重は今何キロ？65っす。前回のストーリーの完結、落ち着けようよ。ただいま。それって髪の毛もう生えてこねえのか。面白いじゃねえか。ブレイキングダウンイレブン、オーディション応募開始。応募期間は11月3日から11月17日まで。概要欄から今すぐ応募。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。購入者特典も充実。 VIP 席購入者の方は限定アフターパーティーに招待。さらにペーパービューチケットも販売開始。詳しくはコメント欄、概要欄から。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは、喧嘩自慢決定戦での裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでも、お気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン10は剣獄のほか、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。